皆様こんにちは。本日は第4北海道とつながるカフェにご参加いただきまして誠にありがとうございます。本日司会進行を務めさせていただきます、私ハイジと申します。どうぞよろしくお願いします。私はですね、北海道全域に向けた FM のラジオ局 FM ノーセーブで普段は DJ をやっております。毎週月曜日から木曜日お昼12時からですね、3時間30分お話しさせていただいているんですが、もう北海道の魅力も満載でお伝えしていますので、北海道外からもですね、パソコンやスマートフォンからはラジコというアプリで聞くことができます。ぜひ北海道のこと聞いてみたい、もっと知りたいという方はぜひこのラジオの方もチェックしてみてください。そんな私もですね、今日は皆さんと北海道の魅力をたくさんお話ししていければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。この北海道とつながるカフェ、北海道に移住して自分の専門性を生かした仕事をされている方、地域の活動に積極的に参加されている方など、今道内各地で自分らしく生き生きと活躍されている方を毎回ゲストに迎えまして、観光では知ることのできないリアルな北海道ライフやその魅力などを伺い、皆様にお届けしていきたいと考えています。またゲストの皆さんとは緩やかに交流していただきたいと考えておりますので、ぜひリラックスしてカフェでお話しするような感じでですね、お気軽に質問だったり感想をいただければと思っています。ぜひ今日は最後までお付き合いいただきまして、この北の大地北海道の魅力、そしてワクワク感をじっくりと感じていただければと思います。まずはですね、ここで何点か注意事項を私からお伝えさせていただきます。まず一つ目です。皆さんの画面を現在ミュート設定にさせていただいています。こちらはですね、皆さんがお話をしてしまいますとゲストのお話が聞けずに間を招いてしまう可能性がございます。そのため混乱を避けるためですね、ミュート設定を行っております。ご了承ください。解除をしないようにお願いいたします。またご質問などに関しましては、ズーム画面の下にありますチャット機能を使ってご質問ください。このチャット機能、どしどしご活用いただきたいと思うんですが、ご質問を送る際にはですね、ホストのみ、これを選択してください。質問を送っていただく場合はホストのみ、こちらを選択するようにお願いいたします。注意事項の2つ目です。現在皆さんの画面右上にギャラリービュー、そしてスピーカービューという画面切り替えのボタンがあるかと思います。画面の右上ですね。今回のセミナーではですね、スピーカービュー、こちらを使用してご覧いただきたいと思っております。スピーカービューモードをお勧めしております。こちらをご設定お願いします。注意事項3つ目です。この北海道とつながるカフェなんですが、こちらの動画の録画はご遠慮ください。後日一部抜粋しました音声内容をサイトにて YouTube で配信いたします。その際は皆様のお顔、音声などは含みませんのでご了承ください。注意事項は以上となります。続けてここから本日の流れをご説明させていただきます。本日はこの後ゲストを招いてテーマに沿ったお話をおよそ25分間予定しております。お話を聞いてゲストの方にご質問などございましたら、先ほどお伝えしたようにチャットにてどんどんお知らせください。その後およそ20分ほどです。そのご質問に回答する時間も設けたいと思っております。質問の回答が終わりましたら、北海道庁で移住を担当している小林さんをお迎えしまして、北海道の取り組みのご説明、こちらをおよそ10分間させていただきます。その際にもチャットにてご質問を募集していますので、質問の回答時間20分ご用意しております。こちらでもぜひ質問を送ってください。また最後にはアンケートを実施させていただきます。画面上にアンケートが出てきますので、こちらご回答いただきますようご協力をお願いいたします。さあ、それではいろいろとご説明させていただきましたが、いよいよ北海道とつながるカフェ始めていきたいと思います。私の方から今日のゲストの方をご紹介させていただきましょう。今日はお二人にご登場いただきます。まずお一人目です。お一人目は河村雅代さんです。 U ターンで上士幌町へ戻り、平成23年から上士幌町で勤務されています。生活体験モニター事業を通じ、移住定住窓口となり10年目になります。移住者の人たちと様々なイベントを手掛け、町が元気になる活動を心がけていらっしゃいます。そしてお二人目は渡辺祐介さんです。渡辺さんは岡山県のご出身です。これまでに関東、
関西を中心に拠点を変え、今回の北海道への移住は12回目の引っ越しだそうです。教師や牧師、飲食店経営など、さまざまなご職業を経て、より良い子育て環境と小さくて豊かな生き方を求めて、ご家族で上士幌町へやってきました。4月より地域おこし協力隊として商工会に勤務されています。本日は今ご紹介させていただきました川村さん、渡辺さんに、人の魅力で賑わう町、十勝上士幌町の魅力、これをテーマにお話ししていただきます。それではお呼びしましょうか。川村さん、渡辺さんです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。お願いします。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。お一人ずつご紹介、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、私の方からではお願いいたします。はい、NPO 上士幌コンシェルジュ川村正代と申します。今日はよろしくお願いいたします。今自己紹介ご紹介いただいたんですけれど、私は、今回の中で言うと上士幌町生まれですので、移住っていうのとはまた違った U ターンになります。上士幌町には中学生までいまして、高校が札幌です。その後大学が、関西の方に行きまして、20年間関西で暮らしてました。その後、まあ、上士幌に戻ってきて、役場の臨時職員4年弱勤めたのをきっかけにして、現在の NPO 上士幌コンシェルジュのお誘いがありまして、移住定住の窓口として10年目を迎えてお仕事をさせていただいてます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。渡辺さんもお願いいたします。はい、渡辺祐介と申します。よろしくお願いいたします。この、春にね、岡山県から上士幌町に移住してきまして、家族で4人で、来ました。で、40歳になっての移住っていうことで、家族と一緒にっていうことなので、まあ、割とチャレンジではあったんですけれども、今非常に楽しく過ごさせていただいています。で、今お仕事をさせていただいているのは、地域おこし協力隊で、商店街、振興推進員っていう肩書きなんですけども、まあ、商店街を活性化していくということで、私自身飲食店経営の経験があったりしましたので、まあ、そういったところから事業者さんに寄り添える形で、何かお役に立てるんじゃないかなということで、今その仕事をさせていただいています。はい、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。それではですね、ここから私の方から何点かご質問させていただきながらお話ししていきたいなと思っております。はい、お二人のお話を聞いて質問を聞いてみたいことある方はぜひどんどんチャットに書き込んでいってください。さあ、それではまず渡辺さんのいろいろな地域のお住まいだったというお話、はい、私の方からもさせていただきましたけれども、北海道の暮らしっていうのは実際にいかがですか？そうですね、はい、環境も変わるし、自分自身の生活のスタイルも変わっているので、子供がまだ4歳と3歳ということで独身時代に動いていることもあったんですけど、やはり一番最初に感じた北海道は空が広いですね。その視覚的な素晴らしさっていうのを一番に感じて、未だにやっぱり車どっちかというとちょっと踏み込んじゃうタイプではあるんですけども、今は景色を楽しむので、まあ、抜かされるドライバーになったっていう感じなんですけど。安全運転ですね。そうですね。そうですね。違いっていうと、一番、まあ、生活の中で違うのは、支出が減った。そういうのはどうしてですか？まあ、やっぱり今、生活している上士幌町っていうところで、やっぱり今まで住んでいた都会と違うので、近くでこう、すぐにお金を使うっていう環境があまりないっていうこともあって、支出減って、まあ、小さい、先ほど紹介いただいたように小さくて豊かな暮らしっていうのを実現するには、なんかとてもいい、やっぱり支出減ってるけども、なんかすごく豊かな、気持ちが豊かになるような暮らしが今実現できてるなっていう印象ですね。何かそれで不満だったり、不分なことがあるというわけじゃなくて、心は充実しているということですね。ね、まあ、そもそも、そういう場所に行くってことだったので、満足しています、とても。
こういうのに移住したいと思われてる方、きっとそう最初から思ってる方、きっと多いですよね。実際にご家族はその移住に関しては、はい、賛成だったり反対意見だったりどんな感じだったんですか？いや実は、最初に移住を提案したのは妻でして、妻のから移住を北海道に移住どうだろうかっていうことで、提案があったので、でその時には、夫婦で、どこか移住をする子育ての環境でっていうことで移住先を考えていたところで北海道ということで、妻からの提案だったので、なのでまあ反対も賛成もなく僕がついてきたって感じですね。皆さん意見がまとまってるということなんですね。河村さんの方が関西にいらっしゃって、はい、北海道に戻ってきたという話でした。そうですね、はい、戻ってきてからというのはいかがですか？やっぱり北海道と北海道との違いって私がすごく一番感じるのは時間の流れ方が違うっていうのをすごい感じます、うん、その今渡辺さんがお話ししたみたいにお金の使い方が変わるっていうのか、まあ言ったら私が住んでる私たちが住んでる今西幌町っていうのはその娯楽が充実してるかって言ったらそうでもなく、その代わり娯楽という名の大自然がいっぱいある、うん、それは無料なので言ったらそれもなんか時間を忘れるような過ごし方っていうところがすごくあるので、そういったところではすごく違うよなって、その映画館があったり美術館があったりがすぐそこにあるっていう環境じゃないので、なんかその見方考え方で、さっき言っていただいた渡辺さんがおっしゃってたみたいにとにかく空が広いので、その時間の中でふっと上を見た時にあ広いっていうその時間とかなんか感覚がすごい居心地いいんじゃないかなっていうのはやっぱ戻ってきて思ってます、うん、はい、やっぱり生まれ育った町でもそうですね、戻ってきてからも何もなってますけれども、うん、はい、それでも今そうやって思うこともそうですね、やっぱりずっといる同級生と私の違いっていうのはあーすごいいい景色だよねとかっていうことが何がって言われるところがあってそれは今も私なっちゃいけないし、はい、なんかやっぱり今日も一緒に渡辺さんと来る中でいい景色だよねっていう十勝の景色を見ながらこちらに向かってきたんですけど、うん、なんかそこは変わらずにやっぱ思える、北海道の景色ってどこ見ても今日もやっぱり札幌の大通りのところのやっぱ紅葉見ても綺麗っていうのをすごい思ったので、うん、なんかそういうところ空とその自然とのこうバランスがすごくいいなっていうのをすごい感じてます。北海道は本当にイメージされていると、はい、どの地域でも大自然は広がっているように感じるかなと思うんですけれど、 そうですね、はい、その中でもやっぱり上士幌十勝の自然っていうのは素晴らしいですよね。そうですね、なんか十勝が好きで移住を考えるっていう方も多かったり、あと私がその移住とかの担当窓口をしているのもあるんですけれども、知り合う方っていうのは、北海道が好きで北海道によく来られてた方が何十年か経って北海道に住むっていうのを考えるっていうパターンも結構多くって、そこってやっぱり北海道の魅力なんだと思うんですよね。なんかいつかは北海道に住みたいっていう思いがあって、その中でまあ上士幌を選んでいただいて上士幌に住む方もいらっしゃるし、なんかこの今の写真は今の時期にある長芋の作業の畑なんですけども、そうそうです、はい、今ちょうど長芋作業があって農家さんたちは今必死に頑張ってるんですけど、そういうなんかその自然の環境とかいうのをみんなすごく気に入ってくださってっていうのがあるので、なかなか十勝は大規模の農場なので畑がすごく大きすぎて広いんで、なんかそれ見るだけでも外国にいるみたいっていうのを言われたりとかって、だからいつか住みたいって思ってる方たちがまず訪れてみて、その思いを持っていろんなところで暮らされて後に北海道に移住を考えるっていう方たちがすごく今お世話というかお話しさせてもらってても多いです、ね、はい、確かに今させていただいた写真だけでその畑、空の広さ、はい、そしてその外国っぽい感じっていうのも全部伝わってくるのがすごいなと思いました、ね、で私はやっぱりその景色を撮った時にすごいよねって言うんですけど、その写真は同級生でも何がって言われるのがなんでっていう感じになるんですけど、北海道にいるとわからないこともあると思うんですけど、そうですね、うん、
やはり、はい、移住をするということになりますと、やっぱり仕事、うん、これが大事になってくるのかなと思うんですよね。現在お二人が実際にどんなことをやってるのか、先ほど簡単にお話しさせていただきましたけれども、ちょっと詳しく聞いてみたいなと思います。渡辺さんは商店街とおっしゃってましたよね。はい、詳しくはどんな感じなんですか？まあ、地域おこし協力隊なので、まあ、自治体からの派遣で今商工会に勤務しているんですけれども、まあ、商工会を中心とした、まあ、商店の事業主さんと一緒にこう関わりながら、まあ、どういうふうにしたら、より活性化して、で特に新しくこう道の駅ができたりとかっていうもので、まあ、町外からいらっしゃった方にどうやってこの町の魅力を進めて広げていくかっていうことを中心に今やってるところですね。まあ半年なので、あとはまあ今年はコロナのことがあってなかなかイベントができなかったりっていうことがあるので、今はまあこの半年間はもうまずその事業者さんとお話をして、どういう思いがあるのかとか、どんなことを考えてらっしゃるのかっていうことを中心に今は日々過ごしています。20前ですと、はい、教師だったり牧師さんだったり、はい、いろんなお仕事をされてきたと伺ったんですけれども、はい、その経験からこう新しく北海道に来てっていう時に新しいお仕事に就く不安とかはなかったんですか？そうですね、まあそもそもいろんな仕事をやってきたから仕事を変えることに慣れてるのももしかしたらあるのかもしれないですけども、はい、まあでもやっぱり移住するにあたって自分自身のこう生活の中心が、まあ、生き方の中心が仕事っていうところから家族になっていて、じゃあ家族と豊かに過ごしていくためには、まあ、どういういう働き方があるんだろうかっていうことが基準だったので、うん、まあ、実は、まあ、協力隊は、ね、最長3年っていう期限があるので、その後のことっていうのはまだ未定で、自分自身も分かってない、今探りながらっていうところがあるので、まあ、そういう意味ではチャレンジなんですけれども、うんうん、そうですね、今の仕事やりがいは、うん、やっぱり新しいところに来て新しい方々と出会って、その方々の思いとかをこう、まあ、目に見える形で、こう一緒に作り出していける可能性があるというのは、とても魅力的だなと思いながら日々仕事してます。うん、川村さんはこちらに戻ってくる前というのは、はい、お仕事を辞めて北海道に戻ってきて、はい、また新たにお仕事を見つけてという流れがあるわけじゃないですか。はいはい、その中でやっぱり不安というのも少しはありましたか？私は実家に帰るっていうところだったので、うん、それでうちの町は5000人の町なので、2つやりたいことを自分で決めて帰ってきました。1つは観光に関わることとか、あともう1つは福祉に関わることで、その中で、まあ、ご縁をいただいたのが今の仕事が、まあ、移住に関わることっていうこととか、まあ、観光案内とかっていう ご案内も町では行ってはいるんですけれども、その移住を考えるのをお世話する係をやらないかって言われた時に、反対に私は、関西に住んでて上士幌じゃないからこそ、住んでいなかったからと上士幌に来たいとか北海道に来たいとか、そういう方たちの気持ちが少し分かるなって思ったんですよね。そのずっとここにいるんじゃなくって、向こうに暮らしていたからこそどっちの良さも分かっていて、だからこそ私が適任かもしれないっていうのをすごい思ったので、そういうお仕事をやらないかってお話をいただいた時に、あ、やってみようって。でやっぱ実家なので、なんかこうチャレンジするっていうのもしやすいっていうのか、両親もいたので、なんかそこはやろうと思うって。両親はその時ね、何の仕事をしてるのかさっぱりわからなかったんですけどなんかやっぱりやってよかったなっていうのとか、今とかやっぱ10年目なので、なんか移住したいんですけどっていう問い合わせとかもすごいあったりとかするんですけど、移住したいって聞かれて移住を決めるのは私なのみたいなのを返したりとかいうやり取りですとか、やっぱなんか町の
いろんな支援とか施策とか、なんかそういうところをご覧になって、上士幌町いいんじゃないかっていうお問い合わせいただくのがすごく多いんですよね。うん、なので、なんかそういうところで、まあ、渡辺さんとか子育てとか、お子さんいるところなので、そういうでのメリットみたいなところを、なんか感じて結構問い合わせとかも多いので、そういう対応とか、まあ、させてもらってる中で、誰でもできるんじゃなくて、まあ、予想を知ってて、もう一つ上士幌町民、もともと上士幌の子なので、なんかそこでのバランスっていうのではすごく、うん、楽しんでやらせてもらってます、はい、ということは、その移住する方にとって利用できる制度があるっていうこと。制度としては移住するために例えば引っ越し料金出してくれるかとか、うん、そういったものとかは移住のためのものは一切なくって、上士幌町民になっていただいた中でのいろんな、なんか支援みたいなのが充実してる町なので、うん、はい、例えばどんなものか特に渡辺さんの方が結構詳しいかと思います、はい、ぜひ教えてください、はい、詳しいかな子育てに関することとかだったら、はい、そうですね。まあ、今は息子たちが2歳と3歳で子ども園に通っているんですけども、その子ども園の、は全て無料なんですよね。まあね、全国とも、3歳以上は無料無償化みたいな形になっていると思うんですけど、うん、そのもう生まれた時から無料で、ずっと行けるっていうのはすごくメリット大きかったです ね。だからその部分も支出減った一つではありますね。町としては、なんかそういったものを、将来的にはお子さんってやっぱりお金かかるじゃないですか。うん、やっぱり大学行くとかなんかした時にお金がかかるので、今できるだけ貯金をできるような環境を作ってあげたいっていうのが町としての思いのようなので、そこを負担を軽減していただいて、まあ少しでも蓄えができるようにっていう思いもあるようです。うん、はい。こういったお話を聞きたいという方は、その川村さんにお願いしてください。はい、町の資料とかも、こう、お子さん用の向けの資料とかも、町の方で作らせていただいてますので、こういった資料とかも、送ることとかもできますので、まずは、どういう制度があるのかっていうのを、見てもらうことっていうのは、とてもいいことだと思います。はい。ご家族で移住を考えている方、お子さんがいらっしゃる方もいらっしゃると思いますからね。ね、はい、こういったお話もぜひ聞いてみてほしいなと思います。あと今お仕事、そしてご家族と聞いてきたら、やっぱり移住するときに考えなきゃいけないのって、住まい、はい、家ですよね。家探しとかっていうのは苦労されたのかなと思ったんですけれども、そこはどうですかね。家に関しては、その、協力隊、地域おこし協力隊は、住宅が、まあ、自治体の方からここに住んでくださいっていうことで提供していただけるので、そこは非常に助かりました。うちの町は今そういう移住される方たちが全体的に多いところがあって、はい、なので不動産会社さんが建ててくださってる家が今ものすごいたくさんあって、その中の一つに渡辺さんも住んでらっしゃるんですけど、200棟以上建ってるんですよね。すごく多いので、まあただ家賃が高すぎるっていうデメリットもあるんですけど、上士幌なのに結構5万台とか、はい、東京から見ると安いとか思うんですけど、上士幌だと収入、全体でいただく収入が減るので、そこから5万円を出すとか6万出すとか7万出すっていうのは結構大変なので、そういうところも私も相談を受けるんですけど、まあお仕事を先に決めるか、うん、住まいを先に決めるかっていうところで、その変わってくると思うので、その辺でどうしたらいいかっていうところでは、公営住宅、町の公営住宅もあるので、はい、そういったところから入って、で、町を知ってからどこに住みたいかっていうのを決めるっていうこともお勧めしているので、どっちかっていうと私はその北海道で暮らすとか何かするとか住みかを変えるとか何かを考えた時には、一番は何をしたいっていうところを考えることから入った方が、なんかどこに行っても
いいんじゃないかなっていうのは皆さんにお話しさせてもらっているところなので、うん、はい。振り返ってみると、お二人がその一番に考えたことって何だったの？一番に考えたこと？移住する前に、うん、一番にこれが目的だと思って行動したきっかけ。川村さんはでもご家族、ね、まあそうですね。私は両親がいたので、うん、両親がやっぱり人は老いていくっていうのをすごい痛感したので、そばにいたいなっていうのを思ったので、うん、帰ってきたっていうところがあったんですけれども、はい、です。僕はもう完全に子育ての環境ですね。うん、岡山が決して悪かったとかでは全然ないんですけども、ね、でもやっぱりまずは家族がこう一緒に本当にこう過ごす時間が増えたっていうのが、うん、まあ、本当に豊かになったなっていう、大きく感じる一つなんですけども、だから家族で時間を過ごして、しかも大自然の中で子どもたちが走り回ってなんかトロンコになってとか、そういう環境を与えてあげれたらいいんじゃないかなっていうのがまず、第一でありました。うん、4歳と3歳のお子さんとおっしゃってましたよね。はいはい、まだなかなか、ね、具体的な感想をもらうのはちょっと難しい年かもしれないですけれども、うん、どうですかね、お子さんの反応っていうのは。そうですね、もうでもすごく生き生きしてるし、まあ、子ども園自体もなんかすごくこう散歩して外に行ったり出かけたり、スーパーで買い物してなんか自分たちで作ったりとかさせてもらったりできるので、うん、それもそれですごく体力が増えてたり、あとはやっぱりご飯がめちゃくちゃ美味しいですよね。これはぜひ本当に人としては推していただきたい。いや、これは、まあ、大人でもそうですけど、まあ、子供たちが、特に3歳の下の子は保育園で出てたもので、もう食べれなくなって半分残しちゃってちょっと減らしてくださいって岡山では言ってたんですけど、こっち来てしばらくしたらもう今おかわりしてるんですよね。だからすごく美味しくて、まあ、たくさん遊ばせてもらえる環境もそうでしょうし、やっぱり美味しいんだろうなっていうのが。子ども園のご飯は子ども園の中で給食の作る場所があって、はい、そこで作ってるやつを子どもたちに提供してる。西幌、まあ、高手全体でもいいですけれども、特に美味しい食べ物って何なんですか？一番最初に感動したのはジャガイモですね。ジャガイモそうですよね、野菜ジャガイモすごく美味しいですよね。私5月のアスパラです。アスパラもいいですね。びっくりしました。あと枝豆、山菜でタラの芽があんなに大量に普通に山行って取れて、取ることができて、それを天ぷらにして素人が揚げてもこんなに美味しいってどういうことっていうのは、例えば京都だと、これは料亭に来て1個出たらいくら万円するのかしらみたいなぐらい美味しいものがなんかその辺にいっぱいあるみたいなのがすごい環境だっていうのは。じゃあ周りの方でもそういった山菜取りというか、まあ、はい、アウトドアな感じ、まあ、そうですね、もう、はいはい、やっぱ昔から地元にいるお父さんお母さんたちとかは山詳しいので、自分が行く場所っていうのが決まってるので、あんまり人には教えないんですけど、うん、行く人はそれを取ってきてまたおこぼれとしていただくこともあったりとかもあるので、すごいやっぱその季節のものを美味しくいただくっていうところでは、今本当にジャガイモで、で今さっきの写真じゃないですか、長芋も出てきたので、うん、めっちゃ美味しいです、やってみたことない、うん、だからしたらですね、はい、例えば山菜を取りに行くとか、あ、そうですね、その身近に美味しい旬の新鮮な野菜があるってすごく憧れだと思うんですよね。はいはい、田辺さんも実際こっちに来るまではちょっと憧れてる部分とかもあったんですか？そうですね、やっぱり十勝ってね、まあ、そのブランドというか、まあ、有名で美味しいというイメージがすごくあったので、ただ今まではそこまでこう、じゃあ取り寄せてやったかって言ったらそうでもなかったですけど、でも来て、食べてみるとやっぱり美味しいなっていうのをすごく感じました。あとは高知だと乳製品とかも有名ですよね。はい、美味しいです、なんか昔も私結構年重ねてるのであれですけど、最初何十年も30年とか前の時とかに本州に行った時、牛乳の味が違うっていうのに結構驚愕してて、今も本州とかでもあちこちでも美味しい牛乳はいっぱい出回ってるんですけど、
最初やっぱりこう地元でずっと昔からその牛乳で育っているので牛乳の濃さが違うっていうのか、なんかそれはすごい感じました。今うちに移住してきてくれてる子でもなんかその牛乳がいろんなところで気軽に美味しい牛乳が買えるのがなんかすごい嬉しいって言ってくれたりとかもしてるので、あとかちはやっぱりそういう乳製品とかすごく充実してるんだろうなって思います。そうですね、はい、北海道内全域で見ても、うんうん、それぞれの地域の牛乳だったりとかが、はい、こう例えばスーパーにも取り上げたりもしますけれども、十勝のお店に行ったりとかすると、はい、なんとか牧場さんの直接入ってきてますみたいなのも、普通に手に入ったりしますもんね、はい、すごいなと思ってね、もう札幌に住んでる私もそういうふうに感じますね、はい、北海道で暮らしを楽しむコツなんていうのは、お二人は思うことありますか？どんなところがありますか？そうですね。やっぱり、なんか移住って考えると、まあ、都会にいると人がたくさんいて、で、移住すると人が少ないから、関わりって少ないのかなって思ったりするんですけど、でもやっぱり人と積極的に関わることが一番楽しむコツだなと、先ほど岡村さんおっしゃったみたいに、まあ、そうやってその関わりの中でお野菜いただいたりとかあったりするんですよね、はい、とか、まあ、今も仕事の中でもいろんな方と関わる中で、やっぱり、関われば関わるほどそこの地域のニーズもわかるし、実は外には全然そんな求人とかも出てないけど、常に、事業主さんも新しい仕事をするのに、求人、誰かいたらいいんだよねって思ってたりとかってあるので、僕自身もそうやって関わる中で3年後ももう不安もどんどんこう減っていって、あ、こうやってこの方々とここの、ならではのニーズの中で働いていくことってできるんだなとか思うので、やっぱり何をするにしても人との関わり方を大切にしていくっていうのが、より、地方の方が大切なのかなと思います。河村さんはいかがですか？そうですね、北海道だからっていうところになる、なった時に私もなんかちょっと考えた時に、やっぱり地元でもあるのでなんか視点がちょっとあれなので、渡辺さんのように、まあ、移住された子に聞いてみたんですけど、うん、なんかその気軽に登山とかスキーとか温泉に行けるっていうのをすごい言われて、やっぱ本州だと、休暇を取って泊まりがけで行くっていうのが、まあ、主流になってるのが、わざわざじゃなくって日帰りで楽しめる、なんか生活の一部としてなんかそういうことができる環境が北海道にはあるっていうのを言われた時に、なるほどっていうのをすごい思ったので、なんかやっぱりなんかそういうことっていうのが北海道の魅力なのかなって思います。なんか何々をするんだったら関西とか、まあ、向こうにいた時とかだったらそれは奈良かなとかそれは大阪かなとかっていうことで動いてたことが、北海道って北海道のどこに行けばそれがあるよねっていうことで動くことができるので、なんか同じどっちも大陸上横断する必要はないかもしれないけど、北海道っていう中で完結できる面白さっていうところでは、そこってすごい大きな魅力なのかもしれないなって思います。私も道外の友人とかには、うん、もう家から出たら庭からアウトドアだよねみたいな、そんなに気軽にバーベキューとかやるんだみたいな、そうですよ、なんかね、広さがわからないから、なんかその関西の友達とかが北海道に来たりとかした時に、今札幌なんだけど一緒にお昼しないとかって言われて行けるかみたいな話とか、なんか話伺ってね、上地方だとちょっと札幌なんだ、そうなんです、そうなんです、なんか今高速使えば3時間半か4時間くらいで行けますね。近くなったなって感じしますね。そうです、そうです、そうです。はい。それぐらい本当にね、大きい土地なんですよ。そうなんです。ただそれぐらいかけて、まあ友達とそのランチに行くかって言ったら、ちょっと大変かなみたいなとこがあるので、丁寧にお断りするんですけど、少し距離感がありすぎますみたいな。いろんなところに空港もあるので、ね。そう。もうちょっと近くにしてみたいな。話をします。今ですね、ちょっとプライベートなお話からお仕事、あとお住まいだったり、その制度のお話とかも聞いてきましたけれども、はい、本当にお二人いろんなことに
詳しいのでお話ししていただいています。こんなこと聞いてみたいっていうのありましたら、どんどん今チャット画面の方に書き込んでもらって大丈夫です。この後お答えいただくお時間もありますので、はい、ぜひ今のうちからですね、聞いてみたいことどんどん書いてみてください。私の方からもまだまだ聞きたいことあるので、はい、聞いてもいいですか。はい、休日お仕事がなくてお休み1日あるよっていう時に、まあ、先ほどお話の中でもすぐにいろんなことができるっていう話もあったじゃないですか。今お二人は休日どのように過ごされてるのかなと思って、教えていただきたいと思います。渡辺さんはどうですか？僕は公園をはしごしてます。公園をはしご子供たちを連れて、まあ、遊び場にたくさん行くんですけど、まあ、上士幌町から車で1時間圏内とか行くと、たくさん公園あるんですよね。それで、しかも、まあ、今まで住んでいたようなエリアだと行ってもうすごい人がいて遊べないとか有料だとかあるんですけど、まあ、特に生活圏の中だとこんな充実した遊具が無料で遊べるのにこんな人、こう少なくというか、ね、密度こんなので遊んでいいんだっていう。ね、だとそうですよね。はい、なので、それが、毎週末のルーティーンでやってますね。お子さんも喜ばれてる。そうですね。はい。川村さんはいかがですか？私は、ちょっと言い方が難しいんですけど、結構仕事が好きなので、仕事に追われてることが多いんですけど、だいたい休みの時になると、買い出しに、まあ、おとふき帯広の方に行ったりとかって、日常は上士幌町内で全部完結できるので、少し都会に行ってみるみたいなところで、帯広市ぐらいまで足を運んだりとか、十勝管内を少し、ドライブがてら動いてるっていうところですね。うん、帯広だと、道外の方も、皆さん、こう、はい、耳なじみがあるというか、行ったことある方もね、はい、いらっしゃるかなと思うんですけれども、はい、帯広は上士幌どれぐらいの38キロなので、うん、まあ、1時間ぐらいって思っていただいたら、うん、いいと思います。結構、あっという間っていう感じなんで、ね、はい、じゃその、お仕事が好きで、うん、まあ、すごく没頭されてるような感じでしたけれども、はい、お仕事してる日の1日のスケジュールってどんな感じなんですか？私は、上士幌情報館っていう事務所のところにいるんですけれども、大体そこで事務仕事もあるんですけど、来ていただいた方たちとお話しするっていうのもあるので、そのお話をすると、まあ話が長くなっちゃって、お昼になっちゃったとか、仕事時間終わっちゃったみたいなところになったりとかするので、その後に、まあ書類をまとめたりだとかっていうところで、まあちょっと、時間をちょっと押すみたいなところで一日終わり、いろんな方たちがこう入れ替わり立ち替わり来る時とかってすごいあるので、相談に移住を相談に来られる方も来るんですよね。なのでそういう方だとかフラット町の方たちが来てくれたりとか、不動産を緩く紹介もしているので、うん、そのやつでなんか物件ないですかみたいなところを来られる方とか、本当、あと、コーヒー飲みに来られる方とかのお話し相手だとかいうところとか、なんか、そんなところです。忙しそうですけれども、はい、そこにやりがいを感じて楽しく。そうですね。なんか、すごい忙しい時いっぱいいっぱいになってて、あ、神村さん今いっぱいいっぱいだな、みたいな感じで、温かく見守られる時もあるんですけど、はい。すごい楽しそうなね、はい、毎日なのかなと思います。このお時間からですね、ちょっと、質問もお互いいるので、はい、質問も交えながらお話を進めさせていただきたいと思います。チャットの方から質問いただきました。北海道は光熱費が高いと聞きますが、うん、大阪や岡山と比べてどれくらい高いんでしょうか？高いかな。ガス料金、ガスがプロパンガスになるので、そうなんです。なので、その意味で言ったら、基本料金だとかのあれが高いかなって思うんですけど、私はエアコンがない分だけ、冬の暖房費がやっぱ一番かかるっていうのがあるんです。でも、その冬もどの家に住むかっていうところなので、結構新しい新築の、住宅だと、月、
1万ぐらいで住んでるとかっていうのも聞くんです。でも私一軒家なので暖房全部フルに入れると月の灯油代っていうところが1万円とかじゃなくって、3万とか4万とかになるんです。でも夏場はそれが言ったら灯油はお湯に対してだけ使うので言ったら何千円かに変わるからエアコンいらないですしエアコンないですしトータルで言ったら私はそれほどなんかそういう出費に関しての差し引きっていうところではそういないんじゃないかなって私は感じます。はい、エアコンがないっていうこと自体そうですね知らないってもしかしたら見てくれたからねその本州の方たちとかね今すごい暑いじゃないですか、暑くてエアコンつけっぱなしだってなるとそれに毎月1万ちょっとずつかかってるよっていう話を聞くのでそれが私たちの方だと夏場そんなのがない、トータルで言ったらそんなにすごい上がったっていうところにはならないような気がします。はい、はい、はい。渡辺さんはいかがですか？そうですね。うん、もう、まあ、やっぱり冬が、春に移住してきているので、まだその本格的な冬を体験していないので、どれぐらいこうかかってくるっていうのはわからないのも、ただ、まあ、北海道の方って、なんか、建物の中は、T シャツ短パンで過ごすみたいな、なんか、あります？暖房ね、はい、すごいガンガンに立ちまして、半袖で、ですよね、だから、その基準で行くと高くなるんだろうなっていう気持ち。本州から行くと、そんな暖かくなくてもよくて、ちょっと厚着してとか、室内でも暖かいソックス履いてるとか。移住されてる方の方がセーター着るんですよ。あ、私たちあんまりセーター着ない。家の中暖かいから、セーターいらないじゃないですか。なんかセーター着てる人いたら、家の方なのかなみたいな。そうか、でも、私は地元人なのってこう、売りたい方は、もうセーターは薄着です。薄着です。そうなんです。なので、ね、感覚で言えば、北海道の電気代とかはこれぐらいで、出てるものよりは移住者は使わないんじゃないかなと思います。これから冬の季節楽しみですよね。あ、そうですね。まだ分かんないけど。骨付きはもしかしたらちょっとね、ドキドキするもあるかもですけれども、ね、はい、冬楽しみにしてるのありますか？いいですか、まあでも、体験したことのない気温じゃないですか。なので、もうそれすら楽しみですよね。どんなもんになのか、どんな感じになるのか、子供たちもね。そうですね。でも冬ってすごくこう空気がこう澄んでてというか、ヒットしてる感じが気持ちいいなって感じるんですけれども、神田さんはどう思います？なんか北海道ぐらいをしてみたいとか、北海道がいいって思う方は、絶対冬が好きな人が向いてると思うんですよね。私、そこは本当に冬を好きになったら、もはや北海道に暮らすべきだっていうのをすごい思うぐらいなので、私、スキーもそんな好きじゃないし、スノボもできないし、そんなアウトドアではないんですけど、唯一本当にワカサギ釣りが好きなので、なんかそこしたりとか、で、トカチ、雪が少ないんですよね。うちの方は札幌のこちらの方から比べると雪が少ないので、運転もしやすいし、そのお出かけもしやすい。だからいろんなところのスキー場行ったりとかどうこうしたりとか、まあアウトドアだけじゃなく屋内で遊ぶところに行くっていうこともしやすいし、今これワカサギ釣り、いやいい写真ですね、はい、上士幌町のぬかびらのぬかびら湖のところで毎年みんなで行くメンバーがいるんですけど、その時の一番今年の日かな、なんかみんなで釣った時のすごいいっぱい釣れた時、うわもう大量ですね。そうですね、これをまた今ちょっとコロナでできないんですけど、私たち移住者の方が主催してくれてる誕生会っていう集いがあって、そのご飯をみんなで夕飯を一緒に囲む会なんですけど、その時に夕飯の時にそれをみんなに振る舞って出すとかっていうのも、その釣れた魚をみんなにみんなと食べようみたいなところでやってたりとかっていうのもしてます。この冬ならでは。そうですね。やっぱその季節のものを楽しむっていう意味では、なんかそういう今のこの写真が、今本当にコロナで
できないのが残念なんですけれども、うちがなんかそういういろんな方たちが問い合わせあったり来たいなって思ってもらうきっかけっていうのがこの誕生会っていうのがすごい大きな役割を担っているんですけれども、うん、ここで皆さんが知り合って渡辺さんも参加していただいたかと思うんですね、はい、なんかその町の方と移住された方たちとかいろんな方たちが集まって言ったらここがいいここが悪いみたいなところを担者が言うだけじゃなくて住んでる方たちが言ってくれるので、それで あこういう人もいるんだどういう人もいるんだっていうことを知り合ってできるっていうの、まあ冬だけの楽しみじゃない話になってはいるんですけれども、なんかそういうことができているっていうところが、まあうん、今コロナですけど、なんかそういうつながりがコミュニティができてるっていうところがすごい楽しいことでいいことだなっていうのは感じます。はい。またこうして皆さんでね、はい、つぶる日が来るといいですよね。はい。今冬のアクティビティの話もありましたけれども、はい、夏のアクティビティの質問も届いています。ほうほうほう。上士幌で熱気球に乗りたいのですが、はい、乗ってもらえる場所はありますか？今は道の駅が、上士幌町の道の駅ができましたので、そこで今年6月11日オープンしたんですが、夏場は軽流、朝に渓流を行っているので、はい、それで乗ることができます。で、今写真で皆さんにご覧いただいているやつは、8月がバルーンフェスティバルっていうことで上士幌町の一大イベントなんですが、ここのこのバルーンイベントの時にも渓流をやっているので、お祭りの中で来ていただいて気球に乗るっていうことはできます。ただ風とか天気によっては気球は乗れなくなってしまうので、来ていただいたから必ず乗れるかって言ったらちょっと保証はないんですけれども、うん、はい、そうなんですね。お二人はちなみに乗られたことはあります？私は帰ってきてから気球をされている方たちのお手伝いをさせていただいて、積極的に行って気球膨らますところから畳むところとかそういった関わりを持たせてもらうお手伝いをすることで、ちょっと乗れみたいな感じでじゃあいいんですかみたいなので乗りました。何とか。実際に乗ってみていかがですか？いや、すごいです。今ドローンがあるので、なんかちょっとあれですけど、ドローンとは違ったまたなんか視点で上士幌自分で見ることができるので、なんか気球乗ってる、その逆でもあるんですけど、気球乗ってる人が結構低めに乗ってると手を振ったり会話ができたりとかする時もあるので、結構楽しいです。夏も夏の景色、冬の景色みたいなところで楽しめて、すごくおすすめです。すごいですね。今、はい、その気球のこの視点をちょっと想像してみたら、お二人が話していただいた、その上士幌の自然が広がってくる感じがして、私も乗ってみたいなと思いました。なかなかフリーフライトは、皆さん来て乗りたいって言って乗れるあれではないんですけれども、渓流で紐がついて、こう安全な状態での渓流はその夏の時期、一定の期間ですけれども、乗れるので、ぜひ、まずはそこから。来ていただきたいと思います、ね、楽しみにしていただければと思います、はい、続いての質問なんですが、はい、大学卒業後の就職とともに北海道に引っ越そうと思っているのですが、どんなことを検討しておけばいいでしょうか？現在学生さんでということですね。私が考えるところで言うと、はい、なぜ北海道に来たいと思うのかを自分で考えてみる、何をしたいのかを自分で考えてみる。なんかそこを考えた時に当たるご縁って出てくると思うんですよね。何をやりたい、何がしたいとかっていうことがあるところから行く方が多分楽しい。何かしてくれてるところを探しに行くっていうよりは、自分が何かしたいなっていうところで探す。渡辺さんたちが、ご家族が、やっぱりそういう子育ての環境とか、自分たちで何を目的として決めるかっていうのを考えるみたいなところで、なんか、まあでも、そんな若い時に何をしたいって決められないかもしれないんですけど、なんかそういう時って今って移り住むことって別に固いことじゃないので、なんか行ってみたいと思ってピピッと来たところに住んでみるって良くないですか？いっぱいやっぱりこういろんなところに住まれてる先輩がいるので、なんかそういうことを気負わずにまずやってみて、興味があるところから
着手してみるみたいなところでも生き方としていいんじゃないかなって。その経験って絶対無駄にならないので、なんかそこで北海道いいなって思ったら、北海道広いからその中でどこに住みたいかみたいなところの、もちろんそういう相談もそういう窓口もありますし、道庁さんにもありますし、どこでもそういう話って結構聞けますので、うん、言っていただいたらそれなりの何か導きになればいいなって思って、ご相談は受けたいです。はい。田辺さん、今のご質問、加さんにアドバイスするとしたら。そうですね。はい、まあ、ノリと勢い大事だなと思ってますね。確かに、まあ。僕自身もノリと勢いで今までやってきてるし、飲食店経営するときも、そんな、勢いないとできないですよね。あとは、まあ、主体性を持つことかなっていうふうに思います。さっきね、田村さんがおっしゃったみたいに、結局、僕らもそうですけど、移住してその場に行った時に、あ、ここは自分と、たまたま会ったとか、会わなかったとか、っていうことよりかは、来た時にはもう自分の場所なので、じゃあその中で自分はどういうふうに主体的に働きかけていって、いけるのかとか、自分がそこで貢献できることは何なのかとか、まあ、そういった視点で物事を捉えた方が、まあまあ、どこにいても、ね、うまくこう進んでいくんじゃないかなと。で、喜ばれますし、うん、そうしたい性を持つっていうのが大事なのかなと思います、ね。また学生さんは若い世代の方が北海道に持っていただいているのも嬉しいことですよね。皆さん参考にしていただけたらと思います、はい。そしてこちらは川村さんにお答えいただいた方がいいかな、はい。移住者の方で自営業で生計を立てている方はどのくらいいますか。また何をされている方が多いですか。今、うち毎年結構移住される方たちがおかげさまで多い感じなんですけれども、ただやっぱ渡辺さんたちのように地域おこし協力隊で来られる方っていうのもすごく多いです。はい、あとは、仕事としては、農業の町なので、酪農系とかの求人はものすごく出てるんですよね。そこから入り込んで来られる方っていうのも多いです。で、自営でされてるところで行くと、今結構増えてきているのは、そういうデザインのお仕事されたりだとか、はい、グッズ作ったりとかっていうことをされたりとかっていう方たちがやっと増えてきてるので、道内で見ると他の市町村さんの方がそういうご自分たちでお店をやりたいとか、何かを作って発信したいとかって言ってるところはやってるところの市町村って結構あるんですけれども、うちの町はやっとそういうところでご自分たちで、スパイスのお店を始められてる方とかも最近いろんなところのスーパーとか百貨店とかにも置けるようになったりとかっていうので頑張ってらっしゃる方もいらっしゃるので、やっぱりそういういろんな、なんかなんだろう、いろんな能力っていうか、なんかいろんな力を持った方たちが本当に移住されてくるので、こういうの思わぬところで生かされるっていうこともあるんですね。写真が趣味だったのがもはやプロのようにこれ撮ってくださいって頼まれて、それがお仕事になってる人もいるので、なんかはい、割合としてはちょっと難しい、わかんないな、何割ですっていう答えはちょっと言いかねるんですけれども、結構最近はそういうところで積極的に増えてきてます。で、町の方たちもそれでやってみようって思ってる方たちが増えてるっていうのもあるので、それこそ商工会さんとまたこう一緒に渡辺さんたちと一緒に町盛り上げたいねって話を今ちょうどまさにしてるところなので、ぜひなんかそういう興味があって上士幌町どうなんだろうって思っていただいての質問だったら、どんなことをしたいと思ってらっしゃるんですかみたいなところも私としてはお話を聞きたいなっていうふうに感じます。はい、上士幌にある、今このすでにあるお仕事に興味を持って、はい、住みたいなと思える方もいらっしゃるのも もちろん、はい、自分自身でこういうことができるんだけど、はい、そのベースを上士幌でやってみたいという方も、はい、素
大丈夫そう、そうですね。で、あの他の町村とかになる場合もあるかもしれないんですけど、なんかこう聞いてもらうこととか話すことってすごく大事なので、そういうことのきっかけとして、あの、まあ、北海道全体でもいろんな窓口がある中でも、もちろん私もそういうお話させてもらうので、ぜひあの具体的に聞いていただきたいと思います、うん、はい、今日はね、まずその第一歩になってもらえたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。質問いただきましてありがとうございました。川村さん、田辺さんのお話すごく面白くて、私が上士幌町に行きたいなと思いながらお話聞いてました。皆さんにも楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。さあ、では続きましてはですね、第3回に続きまして、こんなことも関係人口、北海道とのつながり方シリーズとして、北海道庁で移住を担当しています小林義人さんにもご参加いただき、お二人一緒にですね、北海道とのつながり方のお話をさせていただきたいと思います。それでは小林さん、お願いします。こんにちは、お願いいたします。皆さん、こんにちは。失礼します。ご紹介いただいてもよろしいですか。私は北海道庁で移住の方を担当しております小林と申します。今日は短い時間になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はどのような北海道とのつながり方をご紹介していただけるんでしょうか。本日は、最近話題のワーケーションという取り組みについて、北海道での取り組みをご紹介させていきたいと思います。ワーケーションですか。はい、あのワーケーションという言葉は、ね、聞いたことあるという方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、なかなかイメージがつかないかなという方も中にいらっしゃると思うんですよね。はい、具体的にどのようなものか教えてもらえますか。ワーケーションなんですが、言葉なんですけど、ワーク、バケーションという言葉を組み合わせた造語になりまして、例えばリゾート地などで休暇を兼ねてテレワークを行う働き方を意味する言葉になります。はい、北海道では道内の市町村と連携をしまして、北海道ならではの北海道型ワーケーションに関するプランを作成しまして、主に首都圏の企業の皆さんにその魅力を発信するなどして、道内のワーケーションのですね、普及に向けた取り組みなどを実施しています。現在、北海道ともしくは市町村単独でワーケーション事業に取り組んでいるのは、実に40自治体にも上ります。すごいですね。40もの自治体でワーケーション今取り組まれているんですね。こう一見聞いてみると、ワークとワーケーションって結びつかない感じもするんじゃないかなって思ってたんですけれども、なんかすごい取り組みのように感じてきました。これ具体的にはどのような取り組みなんですか。こちらですね、今画面の示ししているのが、はい、令和元年度に行いました実証事業になりますが、スマート農業視察プラン、IT 人材発掘プラン、北海道産業視察プランと3つのテーマに分けまして、企業の方々に全道各地に実際にお越しいただいて、テレワークの実施など、あとは、乗馬の体験などですね、その地域ならではのワーケーションを体験をしていただきました。今年度なんですが、ワーケーションプランの作成など、北海道と市町村が連携をしまして取り組みの方を進めています。はい、最近なんですけども、新型コロナウイルス感染症の拡大で、地域の関心がですね、地域の関心が高まっているというのがあると思うんですけど、その中で新しい働き方の一つとして、ワーケーションという言葉がテレビなどでも盛んに紹介されるようになってきました。これはそのテレワークを推奨する企業が多くなってきたというのもありますし、はい、まあ、それこそさっきの話で個人でお仕事されている方が場所を選ばずにお仕事をできることになってきたというのも理由の一つでありますよね。うん、ちなみに今ですね、はい、あの感想としてお写真としてお出しいただいているのが、昨年度の授業でワーケーションに参加された方、テレワークを実際にされている様子です。はい、実際もちろん我々も驚いたんですが、この日はですね、天気もすごく良くて、ポケット Wi-Fi がつながるということで、実はこれ、あれなんですよ、その公園でテレワークをしている様子なんですよね。いや、すごいですね。今までの仕事の大切と考えられないと言いますか。すね、だってもう、この紅葉の雰囲気とか、はい、自然広がる感じの中で、ただやってることはお仕事っていう、はい、面白いスタイルですよね。うん。で続いて今ですね、お写真出させていただいたのが、富良野市というところでワークショップを行っているやつになります。はい、このワーケーションでは、このようにですね、社員の研修のような形でワークショップを行って、
社員の方がですね、思いを一つに同じゴールに向かって進んでいく組織づくりの一つでもあるチームビルディングという手法があるんですが、このような手法にも活用することができる取り組みなんです。そうなんです、あくまで会社で勤められている方テレワークしているわけですからね、こういう機会もあるということなんですね。はい、次にですね、お出ししている写真なんですけども、冒頭の津別町というところで、ワーケーションの参加者と自治体の職員が懇親を深めている様子になります。こちら津別町では、懇親会の前に癒しの効果が科学的に認められている森林セラピー基地でもあるのどの森というところで、人材育成のワークショップだったり、散策などを行っていまして、実際に参加された方からはですね、木の赤ちゃんを初めて見たといった感想をいただきました。で、このプランの、参加していただいた方なんですが、はい、実際に書いていただいた後にですね、こちらの津別町のふるさと納税に寄付をいただくなどして、北海道ワーケーションを通じて、まさしく北海道とつながっていただくことができました。なるほど。北海道ならでは、もうそのならではの休暇も楽しみながら、テレワークを活用して仕事もするのが、お話しいただきました、北海道型ワーケーション。新型コロナ禍であります。この今はね、このような北海道とのつながり方もあるんですね。私も初めて知りました。先ほど渡辺さんからはね、北海道だからこそできるこの暮らし方の見つけ方、こういったお話もさせていただいたんですが、上士幌町でもワーケーション取り組みを行っているということなんですよね。これは、その方一緒にお話ししていただく感じでもよろしいでしょうか。はい。私の方からお話しするのがいいかと思うので、上士幌町も、今年の7月1日にオープンした施設がありまして、はい、シェアオフィスっていうのが、7月1日にオープンしました。ワーケーションということで、テーマが、都会と田舎をシェアする新しい働き方っていうことをコンセプトにできた建物がございます。で、補助っていうところでは役場の方に確認しましたらないということなんですけれども、7月1日から始まったこの事業も現在8企業の方たちの登録があるっていうことで、まあ都会と上士幌を行ったり来たりする中でお仕事をするっていうことが行われているようです。また上士幌の在住の方たちも、まあ仕事をする場所として選んでいただいて、ここに来てここでお仕事をするみたいなところで、登録されている方もいたり、私たちもなんですけれども、今テレワークがすごい多いじゃないですか。その中でここを借りて、ここから皆さんとつながる発信をするっていうことも行っている場所としては始まっています。この場所には実際には足を運ばれました、ね。私も、はい、何度か利用させていただいてますので、はい、すごくやっぱりできたばかりですし、綺麗ですし、役場の職員の方がどういったものを作ってどういうものが揃ってれば、まあ、使いやすいかっていうところをやっぱりいろんなところでリサーチして、その中で作り上げてもらったものなので、使っててすごく使いやすい施設なので、もっとたくさんの方たちに利用してほしいなっていうところはすごく思う。本当にいい場所、いい景色もいいですし、いい環境なのですごいおすすめです。ちなみにその建物の中ってどういう風になってるんですか。ちょっとお写真でご用意できなかったんですけれども、どうしたらいいだろう。すごくおしゃれに、なんだろう、窓が結構いくつもこう分かれてはいるんですけど、はい、中から外見渡した時にはその畑のわーっていう景色と、あと内帯高原ってうちの町の施設であるんですけれども、その内帯湖もすごく見えるような見晴らしのいいところで、あと中のところではいくつか部屋が分かれているんですけれども、使用料がかかりますけれども、その分コーヒーが飲み放題なので、なんかあと冷蔵庫がついているので、自分でキープで飲み物を入れておいたりとかもできますので、なんか環境としてはすごく整ってて、そのグッズの一個一個が可愛くて、それも移住された方がデザインしてくれてる施設なので、そこら辺で見て可愛いとかっていう感覚とかもあったりとかっていうのがあって、すごくいいところだと思います。本当に過ごしやすいって、お仕事もしやすいし、リラックスもできるような環境で、今コロナのがあって、あまりその大ピラにこう PR 活動もできてないでいるようなんですけれども、上士幌町のホームページにはシェアオフィス
としてあのアピールでこう募集の方とかはしていますので個人の方でもできるということですのでぜひ興味ある方はそちらで見ていただけるとあの良いと思います、うん、はい。小林さんその北海道全域、はい、まあ、いろんなところでやってるってお話だったんですけれども、はい、そういった地域で今お話伺ったようなその上士幌町にあるシェアオフィスのような建物とかもあるっていうことなんですか。そうですね、今全部各地にですねワーケーションで取り組んでいるので今お話しあった上士幌町さんのようにあのワーキングスペースとかですね町を挙げてこう作られたりとかということで今全部各地にですねあのこの時代の流れを組んで取り組んでいるところでございます。うん、ちなみに町の方の声っていうのはどんな感じなんですか。はい、そうですね、うん、やっぱりこのいろいろな視点があると思うんですけど、まあ、3つの視点があると思うんですよね、はい、ワーケーションのメリットがあるとしてまずは実際にワーケーションを取り組んでいる会社の視点から言うと日常とは違う空間でお仕事していただくことによって新たなアイデアとかインスピレーションの創出だとか生産性の向上または心身のリフレッシュというのにこう期待ができるんじゃないかなと思うんですよね。2つ目の視点は社員の視点なんですけども普段なかなか長期休暇を取りづらいと思うんですよ。でこの長期休暇を取ることによって家族旅行だとかも可能になると思うんですよね。で仕事以外の時間が充実することによってまた新たな仕事のモチベーションが高まることも期待できるんじゃないかと思うんですよね。で3つ目の視点は受け入れる地域の視点としては、はい、新たな人の流れというのが生まれると思うんですよ。この新たな人の流れが生まれることによって地域の活性化というのにこうつながるということで、3社さんもすごくメリットがある取り組みだと思うんですね。お話聞いた本当にそうだなって感じましたね。まあ、利用される方にはその北海道、そしてその町の良さを知っていただけたらなとも思いますけれども、はい、田辺さんは、まあ、いろんな町も、ね、見てきたわけじゃないですか。やっぱりこの北海道でちょっと自然も感じながらお仕事をするとなると、やっぱりその心身ともにリラックスっていう点は今わかるなと思ってきたじゃないですか。ですよね、そうですよね。上士幌だと特にどうですか。どんなことを感じながら普段お仕事されてますか。そうですね、まあ、あの景色もやっぱりまず入ってきたものとしては第一ですけど、やっぱり人が温かかったっていうのが非常に大きくて、あの関わる、まあね、こうリモートワーケーションっていう働き方もありながら、でも生活の中ではいろんな方々と関わることもあるでしょうし、僕は特にあの皆さんの声を聞いてそれをこう形にしていくっていう役割があるので、だからそこのこうバランスであのやっていけるっていうのが、なんか非常にあの自分自身の働き方としても今後3年後のことを考えてもそういった働き方ができると非常に自分自身の心身もいいなと思います。そうですよね、はい。これからはこのワーケーションに取り組んでいく自治体っていうのは増えていきそうですか。そうですね、やはりこう新型コロナ禍のもう前からもですね、実際ワーケーションというものがあって、そうなんですね。この取り組む新しい働き方の一つとしては実際に動き出してはいたんですよね。で今回新型コロナでちょっと特殊な環境が生まれている中で、どんどん国としてもですね、ワーケーションだとかこのような新しい働き方の一つとして推奨していったらどうか。ということで提唱されていくので、これから北海道内どんどん自治体さんもですね、どんどん取り組みされていくのはどんどん増えていくんじゃないかと私たちも思っております。このコロナ禍になる前から小林さんもそういったお仕事ご担当されてたんですか。そうです。私はあの今基本的には移住に関するコロナとかのお仕事を受けているんですが、実際あの私どもの係の中で別の担当にはないんですが、ワーケーションということで推進だとかをさせてもらってまして、どんどんですね、今ですね、PR だとか。北海道を挙げて、あと市町村にもご協力いただきながら推奨してくれるので、ぜひですね、ワーケーションという取り組みですね、皆さんお調べだとか、実際活用だとかいただけたらなと思ってますね。あのよくテレビとかを見ているとですね、本当に都会でお仕事をされていた方が、今回このテレワークを企業に勤めている会社に推進されたことによって、もう本当に行ったことがない、自分も見たことがない田舎町に行って、もうインターネット環境だけあればなんとかなるところで、何ヶ月も仕事をされるとかっていうお話を見て、そんなのちょっと羨ましいなと思って見せたんですよね。そういうことがこれから可能になっていくっていうことですね。そうですね、うん、ネット環境一つあれば正直どこでも北海道内に行きますので、やはりこのワーケーションという取り組みは進んでいくんじゃないかなと思っております。移住を考えている方ですと、その移住の
一歩手前と言いますかね、町を知っていただくのにね、いいきっかけになるかもしれません。これ実際にワーケーション体験してみたいというか、やってみたいという方ってどういうふうに手続きとかするんですか？そうですね、はい、私たちの方でですね、どうしても私どもの部署の方でワーケーションに関するですね、取り組みだとかいろいろお話だとかもお伺いしてますし、先ほどあの画像でお見せしましたが、北海道内今40もの自治体でワーケーションに関する取り組みをさせていただいているんですよね。でその自治体の方にお問い合わせいただいてもいいですし、いろんな手法でですね、方面でワーケーションだとか、どんなことやってるのか、やってみたいんだけどということで、相談を受けたまることができます。それぞれの自治体でもお問い合わせは大丈夫です、ね、はい、そうですね。じゃあ、上士幌町にお問い合わせした際には、もしかしたら川村さんが担当してくれるかもしれない。そうですね。まあ、もう役場さんに言っていただくのでもいいですし、実移住の方からの切り口で、テレワークとか、お話っていう、お話は私も今最近結構増えてるんですよね。結局先に北海道を知ってること、先に十勝を知ってること、だからもう今その企業さんの方がやっぱりテレワークも推奨してるところもやっぱお話にもあるようにあるので、だから十勝に住めそうなんだけどっていうことで言われることがすごい増えたんですよ。なのでやっぱりそういうきっかけとしては、テレワークとかそういうワーケーションっていう取り組み方っていうのがこれからの時代にすごく合ってる働き方だったり暮らし方っていうところでいくと、そこは自然体になってくるのかなっていうのは、それが気に入ってまた違う仕事がしてみなくなって移住、完全移住するっていうのも暮らし方の一つかもしれないですし、なんかいろんな可能性があるのが多分この事業なんじゃないかなっていうのをすごく感じてます。そうですね、はい、ワーケーションですから、ワークバケーション、はい、もちろんお仕事頑張ってほしい気持ちもありますけれども、この自然に溢れる北海道を楽しんでいただきたい気持ちもあるじゃないですか。はい、上士幌町でそのワーケーションをご利用される方、はい、いらっしゃったら、そのどんなところを楽しんでいただきたいですか？うちはやっぱりその、まあ、十勝全体そうですけど、北海道全体そうですけど、自然をまず楽しんでいただく。あとうちは上士幌町はコミュニティの街って私はすごく思っているので、はい、その人とのつながりを楽しんでいただくっていうことをちょっと思っていただけたらいいかなって、うん、田舎の方とか、まあ、住まいを変えるとか何かをしてみようと思った時に絶対にあったらいいものって私はコミュニティの必要性だと思っているので、そこを高めるためにも、いろんなためにも、なんかそういうところの一つとして、うちをちょっと体験してみていただきたいっていうのをすごく思います。はい。渡辺さんは、そのワーケーションをされる方、ぜひこんな街の魅力知ってほしいというところは、どんなところありますかね？そうですね。まあ、お仕事で今の新しい綺麗な建物から見える景色っていうのも素晴らしいですし、で、町内にあるこうお店もいろんなお店があったりして、ね、温かいお父さんお母さんがやってるお店だったりとかたくさんあるの でその中に入ってもやっぱり僕自身まだ半年ででもお店に行ったりするとこう横のつながりでなんか仲良く気さくにこう話してくださるっていうことがあったりするので、まあ、そういったところにこう入っていってなんかその会話を楽しんでいただくっていうのもよりこう魅力を深く知るきっかけになるんじゃないかなと思います。ワーケーション興味を持ったという方も、ね、いらっしゃるんじゃないでしょうか。小林さん、ワーケーションのことを知ることができるホームページもあるんですよね。今ですね、画像としてお越しさせてもらってるんですけど、実は先日11月5日になるんですが、北海道型ワーケーションのホームページを開設をしていたしました。最近ですね。ちなみにこのホームページなんですが、道内市町村のコワーキングスペースだったり、観光情報など、さまざまな情報を随時載せておりますので、北海道型ワーケーションポータルサイトで検索いただく、または今、画面に表示しております URL、または QR コードからですね、ぜひご覧いただければと思います。わかりました。道内市町村のコワーキングスペースや観光情報など、さまざまな情報が載っています。北海道型ワーケーションポータルサイト。こちらで検索、もしくは今画面に表示しています URL、QR コードから行ってもらうのが便利かもしれないですね。はい、お願いします。そして、いろんなご相談もさせていただけるということで、改めて小林さんからメッセージ伝えてていいですか？はい、今回ですね、はい、私どものこれワーケーションということでご紹介させていただきましたが、私たち北海道の方には移住に関するご相談もお受けしております。
例えば北海道ってどんな地域なんだろう、移住をするには何から始めたらいいんだろうなど、どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談いただければと思います。はい、ぜひこの笑顔で受け止めてくれると思います。ぜひご検討ください。移住されている方、ぜひご検討ください。北海道型ワーケーション取り組み、すごくいい取り組みだなと私もお話を聞いて感じました。はい、皆さんもね、ぜひ知っていただけたんじゃないかなと思います。さあ、そしてご質問もいただいていましたけれども、この後はですね、アンケートの方もご記入いただくんですよね。そちらの前にまだお話いいですか？ごめんなさい、失礼しました。まだ質問がいただいたので、ちょっとこちらの方先にお答えいただきたいと思います。上士幌町についてのご質問なので、河村さん、渡辺さん、ちょっと聞いていってください。はい、上士幌町で、頃から海外の観光客の方が来られる観光施設というのはありますか？海外の方を受け入れられるような観光施設。はい、海外の方に限ったものっていうのはないと思います。もちろん、どなたでも。国内の方はもちろん。はい、はい。観光施設はどんなところがあるか教えて。今、ちょっと冬場やってないんですけれども、内体高原っていうところが、施設として展望台になるような、建物が建ってますので、そちら行っていただくとか、あと、主に街中というよりは、うち、ぬかびらの元凶っていう温泉街のところがありますので、皆さんそちらに行っていただいて、まあ、自然の、空気いっぱいの、緑いっぱいのところを楽しんでいただくのと、あと、自然館っていう建物があるので、そこで、野生動物たちが剥製になっちゃってるんですけど、そういったところの中で、自然の中にいる生き物たちを見るっていう環境も整ってますので、そこで学芸員さんがいろんなことをお話聞いたら答えてくれたりとかっていうのもあるので、はい、あと、タウシュベツ川橋梁っていうのが、もう壊れるって言いながら一生懸命頑張ってくれてるんですけど、その橋を見るツアーとかっていうのも行っていて、そちらも今時期で見られるっていうのが今のこの11月で珍しいんですけど、まだ湖の中にある建物なんですけど、橋の跡、線路の跡なんですけど、それを皆さん見に来られたりとかっていうのもあるので、それは本当に日本人の方でも海外の方でもどなたでもご覧いただける環境の施設になってますので、はい、ぜひいろんな方に来ていただきたいです。はい、田辺さんは今川村さんからお話が上がったものの中で、はい、ちょっと印象的なものとか行ってみたことがある場所ってございますか？そうですね、内体高原も何度も行って、上ですごい広い、何でしたっけ、多分日本で一番広い公営公共牧場なんですよね、っていうことも一つ見どころかなと。それで浜で景色楽しみながらコーヒー飲んだりとか、ちょっと上士幌町のソフトクリームあったりとかするので、それはすごく楽しいですね。とはやっぱり温泉街、人口5000人の町の中にそういった施設があり、温泉街あり、スキー場あり、ゴルフ場あり、キャンプ場ありみたいなことなので、楽しみ方はたくさんあるなと思っていて、僕自身も、やっぱりキャンプも、北海道に来たら始めたいなと思っているので、はい、まあそういったことも、今後も楽しんでいきたいなと、個人的にも思っています。はい、今お話を聞いていると、本当にもう魅力たっぷりなのでね、実際に行ってみたいな、移住したいという思いになった方もいらっしゃると思います。本当に今日お話ししていただいた、中にもう思いが伝わっていたと思うんですけれども、改めて移住を考えている方に向けてメッセージをいただきたいと、じゃあ渡辺さんからお願いしてもいいですか？はい、はい、そうですね。まあ、こうやってね、この、今日の、ここで見聞きしていただいている方っていうのは、もうそもそも、ね、興味があって、そこにこうアンテナを張っていただいて、いらっしゃる方だと思いますので、まあなんか、僕自身も先ほどもノリと勢いって言いましたけど、やっぱり自分自身でこう大切にしてるのは、もうこれからの人生で一番若いのは今なので、何事もこうチャレンジして新しいことを取り組んでいったら、人生こうどんどん豊かになんか
なっていくんじゃないかなって思うので、うん、ぜひ新しくチャレンジしていただけたらなと、僕も続けてチャレンジしていきますので、はい、ですね。河村さんは、移住ってなんかその今すごく言われているんですけど、なんかその先を考えるとかっていう時に、どこに行ったらいい、どうしたらいいとかっていうところを考えると思うんですけど、やっぱりその時にやっぱり自分がどうしたいのかっていう振り返るっていうことが私はとても大事なことだと思いますので、でそのよくお話で聞くのが、その住みたいと思う地域とはなんかその会社と同じように相性みたいなのがあると思うので、そこでまあここいいなって思ったところでまずチャレンジしてみるっていうこと、勢い大事だよって言ってるように、なんかそのまずやってみる、住んでみるとか、なんかそこで、完全移住を重く考えずに、まず移り住んでみて、こういうことをやってみたいなって思うことができたなら、それをそこでやってみる。で、その経験がきっとまたどこかでも生かされるだろうし、そこで根付くことができるかもしれないし、いろんな可能性を楽しめるっていうことを思ってもらって、なんかそういうことで考えてもらえたらいいんじゃないかなって思います。で、私、10年行ってて、すごく思ったのが、ちょっと町の宣伝になるんですけど、はい、その移住を考える方たち向けの冊子を作りました。気持ちを整理するっていうところで、自分のこと、家族のこと、いろんなことを整理しようっていうのを書き込める冊子を作りましたので、なんかそういったものも、もし今日のお話とか、これからたくさんこの北海道のいろんな情報を聞く中で、ちょっと心の整理したいなって思った時に、上士幌町からどこでも使える冊子なので、送らせていただいたりもできますので、ぜひそういうところで気持ちをご自分で整理していきながら、どういう暮らしをしたいのかっていうのを考えていってもらって、それが北海道だったら嬉しいな、十勝だったら嬉しいな、上士幌だったら嬉しいなっていうところにつながっていけたらと思ってますので、うん、ぜひよろしくお願いします。チラシの、ね、差し見させていただきましたけれども、はい、本当に移住したいと思っている方に寄り添う内容だなと思いました。こちらね、一度手に取ってみてほしいなと思います。お願いします。いや、ためになる時間っていうのはあっという間でして、もうお時間になってしまいました。どうもありがとうございます。最後にですね、今ご覧いただいている皆様にお願い事があります。オープニングからお伝えしましたが、画面上にアンケートのボタンが出ますので、この後アンケートにご回答いただければと思います。ぜひご協力をよろしくお願いいたします。それではですね、皆さんにアンケートをお答えいただいている間は、もうちょっと私たちもリラックスモードで、はい、お届けできたらと思います。皆さんもぜひ、ね、ちょっと飲み物飲みながら、ぜひまたお話ししていただけたらと思うんですけれども、ちょっと今日一日話してみての感想とかも聞けたらなと思うんですが、河村さん、今日いかがでしたか？なんか本当にあっという間だったのと、なんかやっぱお顔が見れないので、いつもなんかこうセミナーとかいろんなとこ行くと、その方とこう対面でお話ししてっていうやり取りがあるんですけど、そうじゃない環境にまだ慣れてないのもあるっていうのが正直なところなんですけれども、ちょっと分かりにくいところとかがなかったのかなっていう心配すらあるんですけど、あっという間で、でもなんかこういう風な感じで集えることってないので、はい、その意味ではすごく楽しかったです。そうですよね。はい。面白かったです。小林さん、ちょっとそのお話しした内容、はい、分かりづらかったとかあるかなって不安に思ってらっしゃいましたけれど、すごく面白かったですよね。そうですよね。うん、そうか。住者目線のお話とかもしてもらいましたし、すごく皆さんの参考になったんじゃないかと、僕は聞いてて思いました。渡辺さんは今日はいかがでしたか？そうですね。僕自身もアウトプットできるこう機会を与えていただいて、改めて半年前に移住したんだなと、移住して、どうだったかなって考えさせていただくきっかけになって、やっぱりすごくこう豊かに今過ごさせていただいているなという感謝をこう感じることができたっていうのが大きいですね。それから、和気職場さんの話もありましたけど、本当にたくさんいろんな新しいことも聞くことができて、僕自身も勉強になったのですごくありがたかったです。あとさっきの光熱費の話なんですけど、ちょっと答えになってたかなと思ってちょっと思ってたんですけど、ちなみになんですけど、うちは
冬場はまだわからないんですけど、子供が4歳と3歳の4人家族の 2DK で、この3ヶ月はだいたい光熱費、電気、ガス、水道合わせて1万5000円から2万円です。電気？全部合わせて。私今一人なんですけど、一軒家で私もそれぐらいになる月があります。おっしゃってましたよね。あれないですよ。エアコンないんですけど、家の電気をつけっぱなしかな。それはその違いは何なんでしょうね。何なんでしょうね。あ、でもアンペアの違いだとか、なんか電力のあれ違いとかでもあると思うので、なんかそういう工夫みたいなこととかはしてもらえるといい。ガスも水道も合わせてですよ。あ、ガスも水道も合わせて？あれ？そうなんだ。考えたらすっごい安くないですか？あ、そうそう。でもなんかやっぱり住むお家とかによって、やっぱり新築なので、うん、そういうところでも違うし、うん、使う部屋の量だとかでも違うと思います。そうですね。まあ、小さな暮らしをしているので参考までにすいません。どれぐらいの金額が使っているよと教えてもらったから、ね、分かりやすかったんじゃないかなと思いますね。すごく楽しく使っていただきました。皆さんアンケートを何もいただいていまして、いただきました。今現在書いていただいてます。今ね、アンケートボックス画面の方に出ています。この時間、回答いただく時間ですので、ぜひご記入いただければと思います。ぜひよろしくお願いいたします。で、やっぱり移住を考えて、こうやって今日も見ていただいている方っていうのは、一番は本当にお仕事大丈夫かな、住むとこ大丈夫かな、自分がその町になれるかなって、不安が本当に大きい部分じゃないかなと私は思っているんですよね。でも実際にそのお二人とも結構こうワクワクしながら帰ってこられたようなお話をされていたので、ちょっとその不安を持っている方にはどういったお話ができるかなと、そこも聞いてもいいですか？私はやっぱり自分が何をしたいかっていうことが本当に若いとなかなか難しいかもしれないんですけど、その勢い、渡辺さん言ったみたいに勢いみたいなこともすごい大事だと思うので、大事ですよね。もう勢いしかないんで、はい、なんかそのそれも与えられる勢いじゃなくって、自分から発する勢いであってほしいっていうのが一番だと思います。何々をしてくれるからその土地に行くんじゃなくって、なんか自分でなんとなくここ、なんとなく西とかいうことで動いてみるっていう楽し、それを楽しむみたいなところで、なんか必ずここだなって思う場所ができると思うんですよね。なんかそういうところでこう動き回ることもなんかある意味楽しいんじゃないのかなって。それだと北海道って広いので、はい、いろんなところ行ってすごい道内詳しくなって最終何者かになるような気がするので、それもそれでいいような気がしますし、なんかあまりこう気負いすぎずに決めることっていうのは、うん、自分で決めていけるんだったらどうでもいいと思うんですよね。なんか所さんのやつみたいにこうパーンってパーンやってなんかそこみたいなところに行ってみるとかいうのでも決められなかったら、なんかそういうのでもいいみたい、自分が決められることの方が私は面白いと思うので、人任せにしないっていうことの楽しさをなんか味わってほしいなって思います。もしかしたら移住を、ね、今までされて渡辺さんもそうですけれども、そういった方っていうのは、もしかしたら、ね、そういう気持ち、一生なのかもしれないですね。はい、勢いと乗りは大事だと。はい、ダメだったら帰ろうと思ってます。そういった気持ちも中には、そうです、行ってみて、なんか合わなかったら別に帰ればいいよねって言ってきたので、それぐらいの気持ちでもいいのかなと思いますね。年の不安に思っていることがある方はお二人のお話も参考にしてみてください。さあ、それでは皆様からのアンケートをいただきました。ご協力ありがとうございます。このアンケートをもとにですね、次回以降よりまたより良い運営体制を目指していきたいと思います。そしてまたここでですね、お願い事とお知らせもありますのでお伝えさせていただきます。本日誘われてみて、この北海道とつながるカフェに関する感想をチャットにて募集させていただきます。楽しかった内容だったりとか、北海道に関心が増えたという、ね、感想だったりとか、まあ、面白かったものなど教えていただけたらと思っています。そしてこうした方がいいんじゃないっていう意見とかもですね、ぜひ送っていただきたいなと思っておりますので、チャットの方に書き込みをお願いいたします。
チャットを送る際は質問を送っていただいた際と同じようにですね、ホストのみを選択して送ってください。そしてお知らせもございます。次回この北海道とつながるで11月30日月曜日を予定しています。次回は11月30日月曜日です。中富良野町のシンボルともなっている宿です。ノーザンスターロッジを運営する加藤正明さんをゲストにお招きしまして、世界から人が集まる宿、中富良野だからできるおもてなし、これをテーマにお話ししていきたいと思います。ぜひ今回ご参加された皆様にもですね、参加していただきたいなと思いますし、お友達だったり、北海道に興味を持っている方、お近くにいらっしゃれば、ぜひお伝えしていただいて、一緒にご参加ください。本日ここまでの司会進行は DJ のハイジでした。どうもありがとうございました。